さて、今回紹介するのはですね、こちら SH モンスターアーツよりモンスター X ですね。こちらの、フィギュアを紹介したいと思います。ゴジラファイナルボスに登場する怪獣ね、モンスター X のフィギュアになるんですが、ね、まあ、モンスター X のフィギュアっていうことで怪獣なんだけど、まあ、アクションですね、かなりアクションできそうな感じがするのがちょっと楽しみですね。中身はモンスター X と交換用手首だけっていうかなりシンプルなものになっております。で、ブリスターから開けるとこのような形になります。もう怪獣っていうよりも本当に怪人のようなね、フォルムというかスタイルをしていますね。で、おもちゃとしてはすごい軟質パーツが多いね。軟質パーツ結構多く使ってるみたいですね。尻尾の先とか角とかね、足すごい動くんですよ。ほら、こんな高く上げられる怪獣のフィギュアなんだけどね、かかと落としできちゃうね。ここもこれぐらい開けるしね。どうしてもここに首のパーツがあるんで干渉しちゃうんだけど、腕回りとかやっぱ動くね。ライダー、どっちかっていうと本当に怪獣じゃなくてライダーのフィギュアみたいな感じですね。で、こちらが、まあ、尻尾の方ですね。尻尾はこんな感じになってるんですけれど、初めて見たね。まじまじと見るのは本当初めてだけど、尻尾すごい細いんだね。で、この尻尾の先がね、なんだろう、個体差なのか分かんないけど、すごくポロリしやすかったですね。いじってて。結構簡単に取れちゃいます。モンスター X 特有のこうデザインの、三つ首なんで三つ首なのかは、まあ、映画を見てのお楽しみなんですが、三つ首のね、デザインなんですが、ここね、こう別パーツになってて、こうやって動かしてあげることができますね、トータルリコールみたいな顔してるんだね。首は下にこれくらい下げられると、上方向はそんなに上がんないかな、で口をこうパクッとね、開けたり閉めたりすることができます。で、腰の角はこんな感じなんですけど、個体差なのかな、すごくね、抜きやすいんですよ、腰が。僕の買ったモンスター X、腰がね、抜きやすいんですよね。尻尾も今ほら、取れちゃったし。怪獣のフィギュアだけど、すごいね、ここまで腰落として、自立できちゃうんだね。これでようやくね、外観以外にゴジラと対戦できる怪獣が登場しましたね。ゴジラよりもやっぱちょっと大きめでしたね。まあ、ということでね、モンスターアーツのモンスター X をちょっと簡単にデビューというか開封してみたような動画になってしまったんですが、結構マイナーな怪獣で立体化の少ない怪獣なんで、ちょっと値段もね、ちょっと高かったんですけれど、そうは言っても手に届いて満足してますね。若干独特なデザインの関係で、尻尾とかね、特にポロリが多かったんですけれど、そうですね、まあ、このモンスター X が出たっていうことは、カイザーもいずれモンスターアーツで出るのかなっていうのをちょっとね、楽しみにしながらね、動画を終わりにしたいと思いますね。いや、しかしね、カイザー出たとしたらね、値段いくらになるんだろうね。